こんばんは、はるきです。現在が5時15分、5時じゃない、5月15日、1月30日。大丈夫俺。5月15日日曜日7時38分でございます。新居生活1日目、夜というわけでね、なぜこんなところからお送りしているのかと申し上げます。もううちで電気がつくのがキッチンしかないからです。寂しいよ。まあちょっとね、実家戻っていろいろね、実家でしかできない作業をしていたんですけれども、そっからいろいろありまして、ご飯とか食べて帰ってきまして、もう帰ってくんのしんどかった。物が何もないし、明かりがつかない部屋っていうのは帰りたくない部屋です。物が何もないし、明かりがつかない部屋っていうのは帰りたくない部屋です。そのことが分かりましたね。まあ、僕のこの新居、まあ、FL ハウスの目標はですね、友達が遊びに来た時についつい長居してしまうような、居座ってしまうような居心地のいい部屋を目指したいと思ってますんで、まあこの僕の家がね、成長していく過程も全部動画に収めていこうと思ってますんでね、まあ、僕の成長を、僕の家の成長を見守ってもらえればなと思ってるんですけれども、あまりにもね、物がねなさすぎて、もう動物の森の初期初期の初期じゃんっていう感じなんですけど、どうしようね。なんで換気扇がついているんだ。よいしょ。まあというわけで、先週荷物を運び入れてから今日までの1週間は実家に泊まらなきゃいけなかったんで、布団をねまだ実家に置いてあって持ってきてないんですよ。だから今日ここで夜を明かそうと思ったら、このカッチカチのフローリングに直寝するか、今から布団を持ってこなきゃいけないっていう二択なわけでございまして、まあ当然布団持ってくるよねってことで、あのカーシェアですね、あのオリックスカーシェアっていうサービスを利用しまして、車を借りまして、一回ね実家の方にブーンと戻りまして、で布団とか、まあ、そのシェアカーシェアしたで借りた車に詰め込めるだけ物を詰め込みまして、また戻ってきてやっと寝ようかなという、そういう計画をね立てております。いや、新居1日目夜からなかなかねハードな運動をしなきゃいけないんですけれども、いずれ布団は持ってこなきゃいけないし、住むんだったらもう1日目から布団いるでしょということで行ってきたいと思います。ほら見て、これ電気つくのはあそことそこだけよ。ここここあ、ここか、違いましたね。ここ消したらさ、やばいよ、めちゃくちゃ寂しい部屋じゃない。いや、静かすぎ静かすぎ。ここの電気大事だわ。まあ布団が来るだけでもだいぶ落ち着くと思うんで、早急に速攻で布団を取っていきたいと思います。はーい、かなり画面暗いんですけども、今実家に車で戻って荷物を積んで帰ってる最中でございます。まあ、割とね実家から近くて、まあ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 往復できるかなってぐらいの感じでございます。でまあ千葉から東京に引っ越したんだけど、千葉のカーシェアよりね、東京のカーシェアの方がね質がいいね。なんか使ってるサービスは変わんないけど、置いてある車のクオリティが違うわ。すごい滑らかに走る。なんかというわけでね、かなり疲れてるんですけど、まあせっかくだからっていうことで布団以外もね持ってきました、いくつか荷物を。で積んだはいいんですけど、それを新居にね運び入れる作業っていうものがあることを忘れておりまして、ちょっとめんどくせえなーっていうやんなきゃいけないんだけどね。というわけでもうちょいかかるんで、まあ、眠気に負けないように窓開けたり大声出しながら帰りたいと思います。 GO！
できたはぁ。4時半、眠すぎます。ちょっとなんかね、生活必需品みたいなものも買おうと思ったんですけど、今日は断念します。あとはもう車返して、寝るだけ。はい。車の返却に手こずりまして、5時8分でございます。明るくなってくるとね、寂しさってものは減りますね。まあ1日目はね、特になんかね、特別面白いこともなく、生きるのに精一杯みたいな感じだったんですけど、まあまあ、僕のチャンネルはね、リアルな日常をお届けしていくチャンネルでございますんで、気張らず、僕の等身大の生活をね、これからも見せていこうと思いますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。というわけで、まあ明日、生活必需品とかを買ってきてね、それを紹介する動画でも撮ろうかなと思っております。それでは、おやすみなさーい。バカ眠。